皆さんこんにちは。僕はですね、スウェーデンの首都ストックホルムに来ております。本日ですね、ストックホルムに飛行機でロンドンから到着したんですが、前の動画でもね伝えたと思いますが、実は今から寝台特急を利用してスウェーデンからノルウェーのナルビクっていう街に向かいます。で、今回スウェーデン国鉄の寝台特急かな、第94列車だったと思うんですけども、久しぶりにね北欧の夜行列車に今回乗車することになります。で、1600キロの移動です。18時間ぐらいかけて、北欧の、ね、夜行列車を楽しむということで、今回友達2人と乗るんで合計3人でね、2等寝台に乗る予定です。で、片道1万7000円ぐらい、結構いい値段はするんですけども、1600キロも、ね、移動してスウェーデンからノルウェー国境を越えていくということでね、なかなか楽しみです。はい。で、こちら湾になってるんですけども、この奥の方とか凍っててね、普通に歩くことできるんですよね。それだけ寒いです。マイナス6度7度とかさ、それぐらいなんですけども、今から行くノルウェーのナルビクもっとね緯度って上がっていくんで寒くなっていくと思います。多分マイナス15度とかそれぐらいなんじゃないかな。はい。というわけでですね、ストックホルム中央駅を18時過ぎに出発する寝台特急を使いましてね、18時間、明日の昼ぐらいに到着します。ノルウェーのナルビクにね乗っていくんでよろしくお願いします。スウェーデンストックホルムセントラル駅の方まで移動してきました。今の時間が午後5時とかなんですけどもね、もう暗くなってます。今から行くナルビクは北極圏の方なんで、もっと暗くなる時間早いと思います。もう多分3時過ぎで日の入りなんじゃないかな。はい。ということで結構綺麗ね。もう北欧はね本当に街が落ち着いてて、人も落ち着いてる。北欧の余裕をね感じるんですよ。物価に関しては全然落ち着いてなくて、暴れ放題めちゃくちゃ高いんですけども、街はすごく穏やかで好きな国々です。ストックホルム中央駅の方に来ました。こんな感じでね、すごいかっこいい雰囲気がいい駅ですね。で、ここにずらーっと出てるのが列車のインフォメーションボードになりまして、で、今回僕らが乗るのは18時9分発なんですよね。で、ここに出てます。上から3、4、4個目ですね。18時8分発に乗ります。94列車です。この列車なんですけども、ドイツのハンブルグに行くユーロナイトになります。最近ヨーロッパでは結構夜行列車っていうのがね復活してる傾向にあるんですけども、ユーロナイトとかも僕以前ね、イタリアとかで乗りましたけども、そんなに両数長くないですね。この列車が出た後、今回僕らが乗るねナルビク行きの寝台特急がやってきます。あたりはすっかり真っ暗、結構ね静寂に包まれてますね。特に入線放送とかっていうのはね何もなかったんですけども、17時40分過ぎですね、今から乗車する夜行列車が到着。機関車牽引の客車になります。で、今回なんですけども、スウェーデン国鉄ではなくてこの VY 運行便になりますね。ちょっとチケットカウンターとかもね行きたかったんだけど、ないって言われました。ここに今度は僕の友達がネットでね切符予約しています。かっこいい。食堂車も連結していて、2つの行き先が合体して走るんですよね。僕らはなるべく行きに乗ります。今回僕ら16号車とかなんですけども、ここ22とかになってるんで23両編成かな。皆さん、本当秘宝なんですけども、僕ずっと寝台に乗るっていう風に聞かされてたんですよ。で、1万7000で寝台って安いなと思ってて楽しみにして来たらですね、なんと寝台ではなかったです。今回座席車、これ2等車なんですけども、今から座席車で18時間乗ることになりました。もうちょっと発狂しそうなんですけどもね、正直やっぱ1万7000やと安すぎるよね、さすがに。で、オミオっていうサイトで予約したみたいなんだけども、有名なサイトなんですけども、選択肢なかったみたいなんですよ、その寝台とか座席車で。もうてっきりね、なんか先入観というか固定観念かなんかでね寝台に乗ると思ってたんですけども、寝台には乗れません。18時間の座席車で今からナルビクを目指します。辛すぎる。ムーンライトながら号ですね、これまさしくね。でね、3人で予約してるんですけども、まさかの全員席バラバラという、もうつらみ。
でこんな感じの座席です。基本的には2プラス2ですね、2等車なん で一応ここ真ん中にドアがあって区切られています。で今回僕はですね一人席アサインされてるんでまだ耐えなんですけども、辛いなこれ。これでリクライニングもしない座席なんですけどもね、今からこの座席に18時間お世話になることになります。辛い。時刻は18時8分になりました。定刻だとね出発時刻、もうまもなく列車動き出すと思います。で、まあ、今回僕がですねこの一人席の一番後ろになるんですけども、まあ、こんな感じでシートピッチはめっちゃ狭い LCC 並みです。足はギリ組めるかなって感じで、まあ、リクライニングはできないので前の座席が倒れてくるってことはないです。あとまあテーブルがつ逆向き、マジかよ、進行方向向きだと思ってたんですけどもこれも外れた、逆向きでした、まさかの。ただ途中でこの列車進行方向変わるんで、まあしばらくは逆向きのまま耐えましょう。グループで乗ってる方ばっかりですね、家族とか。座席はね回転できません、集団見合い制ですね。やっぱ皆さん結構荷物も多いです。18時間のスウェーデンムーンライトスウェーデン号の旅の始まりです。隣の号車にやってきたんですけども、僕らの隣はもう普通に寝台でした。ただ6人部屋、2等の寝台だと思うんですよ。これ2等寝台は6人部屋になってますね。いやーここだと思ってたんでね、ちょっとショックがでかいんですけども、まあでもそんなことも言ってられないんでね、もう普通に、まあ、今回はもう勉強代というかね、うん、もう仕方ないね、普通に座席車で僕らは頑張ります。まあ動画的には多分こっちの方が面白いと思うので、まあよかったらヨーロッパの寝台列車っていうのも今まで何とか動画上げてると思うので、ね、そちら見ていただいたらと思います。まあでも寝台6、ね、3人で使っても他の人と相部屋になる可能性多いね、やっぱり6人部屋なんで。僕ら座席車で今回1万7000とかなんですよね。多分寝台使うと2等の6人寝台とかでも3、4万ぐらいいくんじゃないかな。やっぱり高いです、ヨーロッパの鉄道はね。もちろんシャワールームとかはないんですけども、トイレとかに関してはね普通にあります。いや僕らね部屋の中にトイレがあるのかとかそんな心配してたんですけども、もう心配する必要すらなかったですね。客車列車なんで結構制動がすごい。ここも寝台個室になってますね。ほとんど寝台ですわ。やっぱり座席車は多分3両ぐらいしか連結されてないです。ちょっとね今空いてる寝台があったんで外から撮らせていただいてるんですけども、こちら6人用寝台になります。まあ、こう見るとね2人プラス2人4人用に見えるんですけども、これ真ん中ベッドね多分展開させることができます。で上段中段下段といわゆるその3段寝台になってますね。で寝台個室利用する人はあんな感じで水用意されてたりします。虚しいな。はい、反対がこんな感じですね。なので起きてる間は座席の状態にして、まあ、みんなでねここで談笑しながらで寝るときになると3段ベッド展開してねそれぞれ寝るという形になりますね。僕らは指をくわえて眺めることしかできません、外からね。先ほどの6人部屋もそうなんですけども、こちら3人部屋、これもねおそらく2等寝台なんですよね。で1等寝台っていうのは今回の列車なかった気がします。2人用ベッドと1人用の部屋、そういったのも一応あるみたいなんですよ、調べると。ここは3人用ですね。3人用も6人用も一応どちらも2等という扱いになりますね。個人的には6人部屋の方がね足元が広いなというふうに思いました。ほんで一応端っこにはねシャワールームもついてました。この3人部屋の区画にだけねシャワールームっていうのはねついてましたね。6人部屋の方にシャワールームはついてなかったです。
列車は現在時速150キロほどで爆走しています。ちょっとここでまだ問題発生です。僕ね、最初にこの列車はですね、2つの列車を連結して走るっていう風に言いましたよね。で、ここにルレオって書いてますが、ルレオ行きの列車となるべく行きの列車を途中のボーデンという駅まで連結して走るんですよ。まあ、日本でいうところの本当サンライズ瀬戸号出雲号みたいな感じで、途中岡山までは一緒に走りますよね。で、ボーデンで切り離してなるべく行きとルレオ行きに分かれるんですけども、本日ですね、全ての列車の行き先のこのサボを見るとルレオ行きになってるんですよ。で、これなんでかなっていう風に疑問に僕ら思ってたんですけども、まあ、とりあえずそのまま乗ってたんですよね。じゃあ先ほど、放送が入りまして、本日なるべく方面は運転いたしません、なるべく方面に行く人は途中からバス代行になりますみたいな放送されたんですよね。ちょっと最初の方聞いてなかったんで理由とか分かんないんですけども、まあ、簡潔に言うと今回なるべくまで列車で行くことおそらくできないんじゃないかな。多分ボーデンまではこの列車ルレオ行きの方に乗って、ボーデンから山越えるんですよ。鉄鉱石とか採掘できるような、路線を通ってなるべく方面を目指すんですけども、そこが運転されない、多分ボーデンで強制的に降ろされてバスに乗り換えになるみたいな感じの放送をしてました。ちょっとまた後で車掌さん来てから詳しく聞こうと思うんですけども、もうまたバス代行かって感じですよね。先々月もね、イギリススコットランドで、列車運転できなくなってバス代行になったし、でイタリアとかでも僕バス代行経験してたりしてね、なんか本当ついてないなっていう感じですね。で、本来だとね、明日の朝というか昼過ぎですね、12時過ぎになるべくに到着する予定だったんですけど、途中のボーデンには朝6時に着くんですよ。もうおそらく朝6時にですね、僕らこの列車をね降りないといけません。まあ一言で言うと、もう過酷すぎるよね。寝台だと思ってたら座席車だったし、で朝ゆっくり寝れると思ってたら朝6時ぐらいに起きないといけないしみたいな感じで、ちょっと大変なんですけども、って感じですね。とりあえずちょっと後で車掌さん来てからもう少し詳しく聞こうと思うんですけどもね、僕らあの端から端まで移動したんですけども、全部このルレオ行きになってて、なるべく行きの文字が一切も見当たらなかったんですよね。まだね、みんな全然起きてますっていうのも、まだ午後7時40分前なんでね、全然起きてるんですけども、今検察も終わりまして、車内だいぶね幻灯しました。多分肉眼で見るとね、動画で以上にね暗く感じると思います。まあ、これぐらいの明るさだったら全然寝れますね。で、今ね検察あったんで車掌さんに聞いたんですけども、やはりなるべく方面に行く人は降りないといけないみたいで、降りる駅がボーデン、まあ、本来分割する駅ですね、サンライズでいうところの岡山駅で、朝5時40分に強制的に降ろされます。で、そこからバス代行で、で、なるべく到着時刻に関してはセイムタイムって言ってたんで、まあ、同じ13時前には着けるみたいです。まあ、それならまだいいんだけど、ただ正直ね、バスかこの列車座席車なんですけども、比べるとやっぱ座席車の方が全然快適ですから、バスと比べるとね、正直このまま乗っていきたいというのがあるんですけども。で、理由なんだと思います？天候とかね、車両トラブルとか乗務員のやりくりとかね、そういったのだったら納得いくんですけども、まあ、理由は、まあ、天候に値するのかな、寒いからだそうです。寒すぎて列車の運行できないみたいですね。なかなか寒いから運転取りやめみたいなのはないと思うんですけども、まあ、仕方ないですね。はい、ということでですね、もう時間9時過ぎてます。ちょっとね寝てたんですけども、僕らの隣の号車が食堂車になってます。さっきまでめちゃくちゃ混んでたんですけども、今ちょっとね座席取れたんで食堂車の方に移動してきました。まあこんな感じで結構明るいですね、食堂車。ずっとね客室の方は真っ暗って、真っ暗じゃないんだけど幻灯されてるんで、この食堂車の明るさがわーっと目を覚ませますね。はい、ということでちょっとね晩ご飯まだ食べてないんで、こちらでねいただこうと思ってます。明日ね6時前に到着なんで、今日は早寝ないといけませんね。で、まあ食堂車というよりかはどっちかというとビュッフェに近いかな。ここにある商品を取ってレンジで温めてもらうっていうスタイルになります。で、まあこんな感じでメニューが上に出るんですけども、パスタとかカレー系ですかね。クローネ価格で書いてるんで、これ大体14倍ぐらいするとね日本円になります。こういう、サンドイッチ系のやつだと大体いくらかな、80クローネなんで 80×14 すると、1100円、1200円とかそんなもんですかね。ちょっとねあんまり食欲そそらないんだけど、申し訳ないけどね、カルボナーラにしようかな。これカルボナーラが
119とかなんで 120×だいたい14とか、まあ、1600円とかそれぐらいしますね。まあ、しゃあないね、そんなことも売ってられないんで、ちょっとまあ適当に買おうと思います。ドリンクとかもね売ってます。しゃあないわ。というわけで注文してきました。今回僕はですねカルボナーラにしたんですけども、隣の人はねストロガノフを注文したんですけども、ちょっとあまりにもクオリティが低すぎてブチ切れてます。で僕はカルボナーラなんですけども、ビールとあとサンドイッチもつけました。で、まあ、のカルボナーラに関しては微妙だね。ストロガノフほどではない。正直ストロガノフはちょっと酸っぱすぎて体が拒絶反応を起こすぐらいだったんだけども、正直な話申し訳ないけどね、こちらのカルボナーラに関してはまあまあ全然食えるかなって感じですね。ちょっと濃すぎますけどね、ぶっちゃけた話。まあこんな感じで、あーちょっと残念だな。これねカルボナーラとビールとこのサンドイッチ合わせて3600円ぐらいしてます。めっちゃ高いんですよ。そう、3600円払ってこのクオリティは申し訳ないけどちょっと残念としかね言いようがないですね。おはようございます。あれからですねだいぶ時間も経ちました。あの座席でね爆睡していたんですけども、もう今ねまもなく午前5時になろうとしています。ちょっとまだ今食堂車の方にね移動してきました。まだまあ僕が乗ってる座席車の方はね電気も消えて暗いんですけども、もう列車はですねあとだいたい1時間ぐらいでボーデンに到着します。でまあ前も言いましたけども、今回普通だったら、ブレオ行きとなるべく行きの連車が連結して次のボーデンで切り離しを行うんですけども、本日に関しましてはもうボーデンで僕らは下車しないといけません。で到着時刻が5時40分なんですよね。まあ大体1時間ぐらいということで、まあそこから先はもう本来だったら、まあ、この列車の一番メインな、絶景区間を、ね、走るんですよ。なので、まあ、非常に楽しみにしてたんですけども、まあ、今回に関してはもうちょっと乗れないので、まあ、バスにね乗り換えるということになります。まあ、一応到着時間に関しては当初の予定通り、まあ、13時前には到着できるということで、うん、まあ一応それを信じてるんですけども、まあ、バスに乗り換えて6時間7時間ぐらいかかるんですよね。はい、同じ所要時間で行くんだったら、まあ、それはそれで結構過酷だなって感じではあるんですけども、まあ、仕方ないですね。まあ、運行ができない理由がね、まあ、とても寒いからということで、多分凍結とかしてたりするのかな。まあ、山越えの区間なんで確かにかなり過酷な環境を走るっていうのはまあ間違いないんですけどね。はい、食堂車にいるんですけども、まあ、こんな感じで車掌さんがねずっとここにいたみたい夜中は、はい、まあそんなわけでめっちゃ寒いですね。ここデッキなんデッキでここは連結部のところなんですけども、寒すぎてもうなんかもう30秒ぐらい立てるだけで凍えそうです。これも固まって開かないよ。よいしょ。寒い。もう外はね、雪もかなり積もってます。今日の、ね、寝床がこちらだったわけなんですけども、まあちょっと腰が痛いですね、ぶっちゃけ。僕あの体育座りして寝てました。で結構車内ね、まあったかいんだけども、窓側なんで結構窓の外めっちゃ寒いんですよ。なのでそれでね、結構窓側の方が若干寒いと思います。なので上着着てたんですけどもね、いやブランケットの貸し出しとかあればいいんですけども、まあもちろん座席車にねそんな贅沢なものはありませんので、やっぱりね、できるだけ乗るんだったら寝台、使った方がね、いいと思います。まあ、ちょっとでも安くね、旅行されるって方だったらね、ご座席車でもいいと思いますけども。まあ、今回一人席で、隣が人いなかっただけで、まだ良かったと思います。
ちなみになんですけども、現在地マイナス21度ですね。雪降ってない、ほぼ快晴になってるんですけども、最高気温がマイナス14度ということで、まあ、今から行くなるべく多分もっと寒いと思うんで、まあこれは列車運休するのもなんかなんとなく納得できます。今おはよう放送みたいなのがかかりました。まあおはよう放送というか、深夜でもね、駅到着するとき放送普通にかかるんですけども、まああと20分でね、ボーデンに到着します。でやっぱ放送でね、バスに乗り換えろという案内、駅前からバスが出るっていうふうに言ってましたね。でも皆さんね、降りる準備してるんで、ほとんどの方このボーデンで多分乗り換え、なるべく方面に行かれる方だったんじゃないかな。まあ、僕らはまだ座席者だからいいけど、寝台車乗ってるとちょっと辛いよね。朝6時前にね、まあ、叩き起こされてバスに乗り換えろってわけですから、返金とかってあんのかな。なんか多分ないような気もするんですよ。目的地までちゃんとたどり着けたらない。僕らはまあまあ別にいいんだけどっていうのは正直思います。ということで、もう全員に降りる準備で、トイレがね2両に2箇所とかなんで、結構今渋滞してました。もう窓ねバリバリに凍ってるんですけども、列車とりあえずボーデンに到着です。20分ぐらい遅れて到着になりますね。本日はこの列車はこの駅まで、まあ、日本でいうところのサンライズ瀬戸号は岡山から先も走るけど、サンライズ出雲号は岡山で運転打ち切りみたいな状況です。ボーデンはそこそこ大きな街です。もう真っ白です。ストックホルムセントラル駅を出発して大体12時間かくらい経ちました。列車はボーデンに到着です。ボーデンセントラル駅、まあ、ここまでねお世話になったこの寝台特急、まあ、夜行列車とはねお別れして、ここから先は代行バスに乗り換えになります。で見てもらったら分かる通り、もうこのボーデンで降りる方がめちゃくちゃ多い、まあ、もしくはこのボーデンがね目的地って方も結構いらっしゃるとは思うんですけども、まあ多くの方がね今からなるべく方面の代行バスに乗り換えるんじゃないかな。はい、ということで僕も行くんですが、うわすげえ落書き結構されるんだね、北欧でも。もう手が凍りそうです。外に出てきましたボーデンの街ですが、やばい寒すぎて。でこれが代行バスみたいですね。もうちょっとみんな座席取り合いになると思うんで乗ります。とりあえずバスの方乗り換えました。代行バス多分合計3台かな、3台でなるべく方面に向かうみたいです。え、これなるべくほんま行くよね多分。え、まあ、そんな多分あんまなるべくとかどこにも書いてなかったんだけども、まあ、とりあえず乗りました。まあ、みんな乗ってるから、まあ、間違いではないと思うんですけどもね。はい、ということでもうあまりにも寒すぎて煙出てるし鼻毛凍ります。寒すぎて外ちょっと歩いてるだけでやばいね。マイナス20度以上以下の世界です。とりあえずバス動きました。まずはキルナに向かうみたいですね。途中です。キルナはなんとか3台で乗り切ったのかな。ちょっと正直乗り切ったとは思えないんですけども、あでも中に待ってる人いっぱいいますね。もうぎっしり満席です。まあ、さっきの列車よりもねこっちの方が圧倒的に狭いんで。セーフティベルトオン、セキュリティベルトンプ。ああシートベルトね。そっか、シートベルトしといた方がいいですわ、山越えなんで。代行バスなんですけども、ボーデン駅を出発してからね1時間20分ぐらい経ってます。午前8時、ようやくね明るくなってきて外の景色なんですけども、めちゃくちゃ綺麗、一面が銀世界ですね。まあ、車内お客さんはほとんどの人が寝てます。ずっとね何もないようなところをね走り続けます。綺麗よ。これはちょっとテンション上がりますね、この景色は。
さっきまで、ね、皆さん寝てたんですけども、結構今はもう来て外の景色注目してますわ。ここなんか発電所とかなのかな。ちなみにそのすれ違う車とか全然いないですよ。もうずっとこのバスだけがね、ただただ山道を越えてるって感じ。久しぶりに大きな街に来たっていう感じですね。でもまだキルナではありません。ここね、北極星もすでに越えていて北極圏の方に入ってるんですけど、今ちょうど中間ぐらいかな、ナルビクまで。代行バスも出発してから2時間半ぐらいがね経過しています。多分あと大体2時間半3時間ぐらいでナルビクに着くと思うんですけども、この車両ね一応車内トイレついてます。なのでトイレ休憩とかっていうのは、まあ、特になく、もうずーっとね走り続けてますね。逆光ですけど、あ、空港ありますね近くに。ですね、バスキルナに到着しましたよ。ナルビクはまだ結構先なんですけども、もうねボーデンを出発して4時間経ちました。あ、目の前にバス走ってるな。あれも同じ代行バスかもしれないね。一緒に連なって行ってるのかもしれないですけども、まあ、このキルナに関しては、鉱山があり鉄鉱石とか、まあ、その産業がすごい発達してる街なんですよね。なので、まあ、かなりの、まあ、田舎ではあるんですけども、結構基盤はしっかりしてそうですよね。あ、もうてかもうめちゃくちゃ腹減って死にそうなんですけどね。今昨日晩飯まあ微妙に美味しくないカルボナーラを食べただけなんで腹減ってます。朝飯まだ食ってないんですよ今日。そういやね、お、キルナって書いてますね。いいね。おそらくねこのキルナ、ナルビクよりも大きな町だと思うので、ここで降りる方結構多いんじゃないかなと思うんですけどね。あ、バスも走ってるわ、路線バスもね。もういかにも北極圏の町っていう感じがねしますね。 The stop is at the railway station. After that I go back to Kiruna for those who want to step out here.スウェーデンの国旗。キルナの街に着きます。ナルビクまでは多分まだあと1時間はかかるでしょうね。線路が見えてきました。今回ねここまで代行バスで走ってきたんですけども、まあ、ところどころね何回か線路と並行して走ってたんですけども、バスはようやくキルナの駅に到着です。このね太陽の日の当たり方とかがね、なんかいかにも北極圏の街だなっていう感じがしますね。ここで降りるのかな。あ、やっぱり結構降りられる方多いね。僕らはなるべくまで行くんでまだ降りないですけども、キルナに到着しました。キルナ駅です。
というわけでですね、僕らが乗ってきたバスなんですけども、残念ながらナルビクには行かないということで、ここで乗り換えが必要みたいです。で、多分前のバスでいいのかな。めっちゃ逆光、ちょ眩しすぎ。ちょ今回グラサン持ってくるの忘れたんで、結構やばいな。あ、でもね、さっきのボーデンの街とかの方が全然寒かった。まあ多分日中で今太陽出てるから温度だいぶ上がってるんでしょうね。多分マイナス10度とかになってるのかな。あれ、このバスも切るなって書いてる。え、ナルビクはどうやって行くの。わからん。あ、あっちのバスかな。ちょっととりあえず行ってみますわ。もうわかんない。貨物列車がね、1編成やってきましたね。旅客列車は運行してないけど、貨物は走ってんのかな。なんか燃料運んでそうな列車ですね。めっちゃ逆光で申し訳ない。結構貨車にも落書きはされてたりします。というわけでなるべく行きのバス来たんだけど、これ全員乗れんの。また今度1台になりましたよ。今3台で来たんですけど、ここからは1台のバスで行くっぽいね。関取合戦ですよ。我を強く乗り込みましょう。無事にバス乗り換えしまして、キルナンの駅を出発です。なるべくに向けてまだ多分2時間ぐらいかかるんじゃないかな。めっちゃ遠いよ。キルナ駅を出発して130キロくらいねずっと走ってきたんですけども、12時20分ですね。スウェーデンを出てようやくノルウェーの方に入ります。今棒みたいになってたと思うんですけども、あれがね一応国境線みたいな感じになりますね。まあ本当に日本でいうと県境を越えていくぐらいの感覚でね、国を越えるのが、まあ、この辺りなんで、国境を越えたなって感じは全くしません。宣言協定圏内なんで意味ぐれもありませんからね。ノルウェーに入ったんですけども、まあ、特に雰囲気はあんま変わんないけど、なんかさっきよりも住宅は増えたなって感じは若干しますね。まあ、以上国境の街ですからね。で、今まだ12時半なんですけども、もうすでにね雰囲気は夕方っぽくなってきています。もうおそらくなるべくもう昼の3時半とかが多分日の入りの時間だと思うので、ほんと1日ね日が出てる時間が非常に短い。逆に夏とかに来るとねずっと明るい状態が続きます。スカンジナ山脈をね横目に見ながらずっとねやってきたバスですけども、まあそろそろ終着地ナルビクも見えてきたかなといったような感じですかね。今日めっちゃ天気いいんですよね。バスはですねナルビクの街に入ってきてるんですけども、まあ、僕ねノルウェーに関してはトロムソ行ったことあるんですよ。まあトロムソの方がでかく感じるけども、まあでも思ってたよりかはそこそこ大きいなっていう感じがしますね。いやー、ストックホルム出発して19時間ねずっと座席に座ってたんで、ちょっとさすがに疲れましたよ今回。今ねバスの前に除雪車がいるんで、除雪車かな、除雪車ね、あれすごいね、トラックと共同作業してる。そのままトラックの荷台に雪を乗せてしまうというスタイルですね。あの初めて見た。でここに見えてるのがナルビクステーション、ナルビク駅になります。まあ、キルナ駅の駅舎はねかなりちっちゃかったんだけど、ナルビクはまあそこそこ立派、まあ、終着駅なだけありますね。やっぱり
いや、ようやく着いたで、本当に遠かったわ。13時過ぎですけど、もうすでに暗くなってきてます。今日めっちゃ天気いいんですよ。まあ、この天気だとね、オーロラ見れたらいいなって感じなんですけども、とりあえずね、お腹減ってるんで、まあ、着いたら昼飯食って、宿はね、この近くに予約してるんで、まあ、そこに泊まる、そこまで、ね、歩いていこうかなと思ってます。はい、ということで目的地着きました。ナルビクです。到着、ノルウェーです。スウェーデンのストックホルムを出発して19時間ですよね。はい、ナルビク駅に到着しました。いや、本来だったらね、列車1本でストックホルムからこのナルビクまでやってくる予定だったんですけども、まあ、今回はですね、途中からバス代行ということで、まあ、なんか体感的にほとんどバスに乗ってたなって感じはするんですけども、まあ、とりあえずね、19時間座席車とね、このバスの狭い座席にずっと座ってました。いや、久しぶりにね、ここまで過酷な移動したなという感じがしますね。まあ、今回は、僕一人じゃなかったんで、また喋り相手とかもいたからね、まだ良かったけど、これ一人やったらね、結構辛かったかもしれない。まあ、そんな感じに思う移動になりました。で、まあ、今回なんですけど、このナルビクで、今日を含めると4日間かな、滞在する予定です。まあ、特に、ナルビク観光地があるかと言われると正直何もないんですけども、まあ、やっぱりナルビクといえば、あ、スカニアのバスなんだ。あ、バスじゃない、トラックですね。ナルビクといえばやっぱオーロラですよね。オッケーオッケー。まあ、そういったのをちょっと見れたらいいなということで、まあ、この天気だとね、多分見れると思います。今、前回の経験上、まあ、いけると思うんですけどもね。まあ、コロナ後久しぶりのオーロラ鑑賞に今回はね、ナルビクにやってきたという感じになります。はい、ということで、まあ、今回ね、列車自体には最後まで乗れてないのであんまり参考にならなかったかもしれないですけども、一番ストックホルムからね、94列車を使ってこのナルビクにやってくることはできます。で、ナルビクノルウェーなんですけども、この近くに空港もあって、ノルウェーの首都オスロとかからは直行便出てますね。で、国際線とかも一部あったりするみたいなんで、まあ、普通は飛行機でね、来るのがいいと思います。まあ、でも鉄道の旅とかをね、楽しみたいんだったら、まあ、今回の94列車ですね、これを選択することになるんじゃないかなと思います。はい、まあ、次回はですね、またいつ乗る、次ね、乗る機会がね、次機会があるかどうかわかんないけども、まあ、次乗る機会があればですね、ぜひ寝台の方にも乗ってみたいなというふうに思います。はい、ということでですね、本日はストックホルムからナルビクまで鉄道とバス代行での移動でした。めっちゃ天気いいね。この後ちょっとね、食事しに行こうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。